はい、片美希ちゃんです。14回目の青と大地と雲の物語、遊んでいきたいと思います。前回ここに来れたので、ちょっとここをちょっと見ていきたいなと思います。すごいね、ここ登れないか。え、住んでんのここに。すごい。あ、ここ登れる。あ、宝箱見つけ。取引は鉱石とか、ボウダーモア鍛冶場へようこそ。5本の木の枝で一つの石炭を作ることができます。なるほど。石炭は意外と持ってる気がするから。この人は？よう若いタルビットさんよ。こんな場所にいることをどう思ってる？実を言うとな、ここはすごくいいところだ。自己紹介させてくれ。私はベラ、あ、建設の人。ブロンアーム。石、ブロック、モルタル、鉱石、インゴット。それが私たちの商売さ。私や従業員の仲間になりたくて建設ギルドに来たんだ。なりたい。試験は簡単だ。私のために城を建てるだけでいいんだ。難しい。ははは、あんたをからかっただけさ。私たちが使う基本的な材料のリストをあげよう。あんたがそれを持って帰ってきたら、それから始めよう。持ってきてる。持ってる持ってる。はい、お、よくやったね、おちびさん。全部持ってるじゃないか。この建設者キットに丸石と鉄の延べ棒の調合レシピをやるから作ってきな。それからまた会いにおいで。鉄の延べ棒作れるかな。作れるね。はい、作りました。とにかく私に言えることは、あんたが建設者に向いてるってことさ。たくましい腕、断固とした目。お前こそ建設者だとも。ともよ、あんたはもう建設ギルドの正式な一員だと思ってくれ。報酬としてこの調合レシピを持っていきな。良い建設を。お、これであれじゃない？丸石とかさ、見ちゃおう。丸石じゃない。あ、来た来た来た、これだ。やった。じゃあまたこれもやっていこう。なんかモルタル、モルタルこれだ。あ、全然作れるね。あ、全然作れそう。よし、やっていこう。あとでやったね。お、ここ、お、待って、ちゃんと見てなかったんだけど、これあれじゃん、こういうタイプもできる。てかさ、これ書いたね、小型動物を1匹飼うだから、ここにもしかしたら何匹も飼うとかが書いてあるパターンがあるかもしれない。あ、じゃあこれで作ってあげた方がなんか材料的に、いやーでもまあいいや、またおいおい作ります。石っぽい農場ができるわけだね、これやれば。よし、でもとりあえずこのこれやります。これだね。おほう、開いた。暗っ暗っ、怖っ。あ、明るくなった。あ、ホラーな、え、怖い。泣いてんの？泣き声。あ、グロフ出た。この人の声？かかってこい、恐ろしい幽霊め。お前は幽霊ではない。万が一幽霊だとしたら。クラウドキャッチャーが壊れた時、わしは準備ができていた。ベッツイを連れて、ベッツイ、無事にここに隠れた。あの幽霊が泣き声を出していなければ幸せだったのに。かわいそうなベッツイはとても怖がって一日中うめき声を上げておる。幽霊は見たことがないが、本当にいるのは知っている。ベッツイのセリウムの種を盗み続けてるんだ。妖精かな。それはうちも怖いわ。これセリウムの種持っとるかな。2個だけ持ってる。いけるかな。あ、これ、これじゃない？ちょうだいよ、これ。これが欲しいんですが。あ、これ、あれじゃない？おー、取った。めっちゃ美味しそう。あ、そこにいる。
セリウムの種2個ならあげるよ。めっちゃ泣いてる。おい。やややややや、君は、幽霊かい？違うの？君はただの人間？泣き声を出していてごめん。だけどお化けがとても怖いんだ。恐ろしい。あはは。お互い、お互い、なんかやってんだ。仲間に入れて、この光る岩をあげる。幽霊を払うのに使っていたんだけど、もういらないや。あ、もうこの山頂全員だ。鳴き声やめましたよ。お互い勘違いだって。はい。幽霊はただの妖精なのか？だがお前だけにしか見えないと？それを連れていくのか？はいはい。地上に住む者は本当に変わっておるの。忘れてくれ。わしは地下に残るよ。この石を持って行っていいから、ベッツィとわしをそっとしておいておくれ。よし。あと2つ。よかったね、ベッツィ。ベッツィ。あ、そこにある。あ、あそこはどうやって行くの？よし、あとよ。こっちから来たよね。ここか？取りました。幽霊がただのグロフルだったなんて信じられない。でも私はウィルソンじいさんの方がとても怖いと思うわ。天の鉱石を持ってきてくれてありがとう。自慢の孫だとおばあちゃんが思えるように頑張らないと。3日3晩経ったら戻ってきて、それまでにスペアパーツの準備をしておくから。また3日待たなかん。よかった。ちょっとよそごとしよう。じゃあいろいろあれしよう。じゃあこの3日のうちに私は農場をしに行くわ。ここ初めて来た、もしかして。あった。擦り切れた日記のページだ。王国が荒廃しているのなら妖精が見えるものはどうなったのだろう。今では妖精と心を通わせる者は誰一人いない。そこに現れちゃったすごい人。で、聖地ストーンもある。はい、もう20匹も集まったんだけど、あと6匹じゃん。オーシャンシャンプー。あ、これあれだ。これは大丈夫。よし、作るぞ。ショーでしょ、ショー。誰連れてこよっかな。ほら、ダイほぼいないから。数えるだけだし、ダイだったら最悪、1個作ってあるから。もうやった、やった。セイミー近いんじゃね、ここ。セイミーにしよう。こっち側にいたはず。はい、よし、やった。連れてくぞ。おいでー。消えた。早い。もう一個あげるよ。あ、待って、こんな近くにいるんですけど。こんな近くに。はい。はい、よし、やったー。飼育しまーす。かわいい。何作ってくれるんだろう。これさ、多分なんか作ってると思うんだけど、なんだろう。おお、
あ、自分でここになんか入れて作るんだ。ここ広くね？ここすごいいっぱい置けそう。ちょっとセージストーンのやつ連れてきたい。これ。とりあえず連れてきました。あ、違うの？あれ？あららら。さあ帰ろう。ここで農場に戻るでできるんだ。帰ってていいよ。帰れる？帰れる？ちゃんと。よし、とりあえずね、今回はね、ここまでにしたいと思います。動物仲間にできたので、また次くらいでスペアパーツできるかなと思います。バイバーイ。